はい。えー、令和2年5月11日18時7分。えー、っと、今ちょっとホモデウスの上下巻のやつちょっとあったんで、ちょっと読んで、これですね。ホモデウス。まあ、ホモサピエンスの,あの次のやつで、で、今ちょっとちょうど、今ちょっと録画撮ってたんですけど、今消えちゃったんで、あの、えー、っと、えっと、ファラオ、 古代エジプトの話で,でその、えー、組織とかのその本質システムの本質っていうのはその実はその古代エジプトから現在までんと原,原理原則的なところは同じっていう話ででえっ、ー、と要はその、えー、文字とかが発明されて以降その文字ベースの アルゴリズムを通して、えー、その組織とかが、えー、運営されているっていうのが、えーっとまあ、その官僚性の本質で,でそれはその病院とか刑務所とか学校とかそのあらゆる組織の根底にあるシステムを支えている基礎、まあ基礎 基礎っていうか原理原則的な基礎っていう話まで今行きましたで、えー、昔のそのファラオとかがいたそのエジプトの時の,うんとそのファラオエジプトのシステムっていうのはすごくシンプルで単純だったんだけれどもだけどまあ同じってことですよねで日本現代のそういうシステムっていうのはもっと複雑になってきてるっていう、まあ、この違いだと思うんですけどでえー、っとそれはえー 要はその文字が発明されたことによる影響っていうかそうでその、えー、文字が、えー、発明される前っていうのは一人の,その人間の,その脳の中で、えーまあ、意思決定をしたりとかを通して、まあ、決定されていったんですよね。 だけどその文字が発明されたことによってその文字に残された、えー、ものを通して、まあ、意思決定をされるそのアルゴリズムその文字に記されているアルゴリズムを通して、えー、組織とかが運営されるようになったってことなんですよね。で、えー、っとその脳の中の、えー、その文字が発明される前っていうのはその脳が 脳の中で意思決定をしなきゃいけないっていうことなんでかなりこううん複雑なこともできなかったんですよね。だけどその文字が発明されたことによって複雑なその意思決定とかそういうのがその記録に残すことができてかつその情報量もうんとかなりこう膨大なことが可能になったんですよね。で一方でその え文字が発明される前っていうのは脳の中で覚えられる範囲内でしか要はうんこう記憶できなかったんでっていうこまあその文字の発明っていうのはそういう意味でかなりこう大きかったっていうまあところまでまあ言ったんですけど今聞いちゃったんですけどへえうんあそっかだからその賢人が その古代エジプトでの意思決定っていうのはその賢人の脳内でうんと決めたことでうん回ってたというよりはその要は文字盤文字盤とか今の紙の代わりになる文字盤みたいなのに記されたものを通してえ意思決定が行われたっていうこの組織とかシステムが成り立ってたってことですね。なるほどそれを見てえまあ 当時の役人が意思決定を行ったってことだよね。そのうん、だそれとか,か官僚組織のその原ベースってのはそういうことなのか。 川を作ったと。めっちゃ、ファラオの時に、めっちゃ、でかい土木事業ですよね。ああ、国草地帯に生まれ変わったとで。その水を土木、大規模な土木工事をして、まあ、その水の 供給ができたから、まあエジプトは国葬地帯になった。で、都市ができたと。で、神殿ができた。でもあれっすよね、あのグラディウスみたいな感じですよねあの。スーファミのグラディウスってまさにこんな感じか。グラディウスやりたいな、また。やろっかな。今思い出した神殿で。ちょっとこれ。 なるほどね。でその町ができて、まあ、土木ができて穀倉地帯ができて町ができたとで町ができて神殿ができてで神殿にああ偶像崇拝的なことかペトスコスという、まあ、ワニが飼われててまあまあそれを、まあ、偶像崇拝的な、まあ、生き生き神として扱われたと、ね、ですね それはもうそのファラオと同じような使いを受けてたと。なるほど。で、神官がいて、そういう、だから、ぐまあそのワニを飼う、管理するね。これ何年だ紀元前えー、っとね。紀元前1868年から1818 18年うーん あそっか、古い方が、数が多い方がもっと昔なのか。だから紀元前2000年の方が、紀元前1900年より,古の方より古いってことね。紀元前1868年ね。あ、だからそっか、そういうふうに考えると、その、日本のそういう、こう、 まあ天皇制とかそういうのも、こういうとこが来てんのかもしれないですね。だからその、ファラオとか、エ、まあ、ジプトの方から、こういう、なんていうんですかね、システムが来てんのかもしれないですね。ちょっとまだわかんないですけど。うん。なるほどね。ペトスコスね。ワニ。で神官が世話して。うん。 なるほどね、でもめっちゃこう餌与えたりおもちゃあげたりとかなんかすごいいい場所にまあもう本当にただのこうワニっていうか爬虫類なんですけど、まあ、宝石を与えたりとか。ブランドねだ単なるワニだけどもうその時にとってはもう絶対的な。 ファラオ、イコールファラオみたいな、要はブランディングになったと。いや、ブランドビジネス、ブランドビジネスってブランドってやっぱすげえ気になりますね。そっか。ブランドってもうだから、今2000年だから、紀元前1800年ってことはもう3800年前から、もうだからそのブランドっていうのは、 もうずっと概念としてあったんですね。だ今の人たちって、そのブランドビジネスやってる人って、そういう歴史から学んで、まあ同じようなことをやってるってことですよね。だからその、まあ、ビトンとかグッチとかプラダとかそういうまあ、ブランドもそうだし、大観山とかもそうじゃないですか。うん、大観山とかも二足三門みたいなところから、まあ、 場所からめっちゃブランディングしてめっちゃ高い土地のた高いことにしたとか,か中目黒とかも多分そうですよね多分このワニ頼みだったああこのワニが死ぬと次のワニが選ばれてとうんなるほどミイラにさせてっていう うん。で次の、えー、ワニをまたこう神格化,化させたと青銅器あマジ。